勝川春章、勝川春映画、階段百鬼図より、大入道。大ララボッチのイメージに近いものと考えられている。大ララボッチは、日本の各地で伝承される巨人。類似の名称が、数多く存在するが、以下では便宜的に、大ララボッチと呼称する。山や故障を作ったという伝承が多く、もともとは、国づくりの神に対する巨人信仰が、 大ダ,ダラボッチ伝承を生んだと考えられている。柳田国夫が大ダ,ダラボーの足跡4月中央公論で日本各地から集めた大ダ,ダラボッチ伝説を考察しており、大ダ,ダラボッチは大人を意味する大太郎に奉仕を付加した大太郎奉仕で一寸奉仕の反対の意味であるとしている。デイダラボッチ、大乱暴、大ダラボー、デイ乱暴、大乱暴、デイダラボッチ、 デーラボッチ、デーラボッチャ、デーラボッチャ、デーラボッチ、デーラボッチ、タタイタンボウ、デーデーボウ、デーデンボメ、大東ボウシ、デーラボッチ、ダダセイ、大きいボウチャボウチャ、と様々な呼び名がある。大太ボウシ、大太郎ボウとも表記し、九州では大人や五郎と呼ばれる。奈良時代に成立した、日立国風土器のうち、日立国の長軍について記された、長略記には、以下の通り、 大昔の、大串の丘にいたという長大な人についての記述がある。原文縮小文字は、原本上の補足。和字間隔は、現代の補足。平津駅か西十二里、有岡名曰く、大串上皇友人邸局長大名岡楼の、植手区海浜の神大浜ぐりなりそのところ食外、石州なる丘自陣取りの義ー大イ王の丘、その線跡町。 あまりあゆみひろしにじゅうあまりあゆみにおあな。けいかにじゅうあまりあゆみもと。ひたちこくふうどき。ながりゃっき。かきくだしぶんふりがなは、ぶんごたい。たいらつえきかのにしじゅうにりに、おかあり。なおおぐしといわくふ。じょうこ、ひとあり。ていは、きわめてながおおきく。みはおかろうのうえにいながら、ては、かいひんのしんをくりぬ。おおはまぐりなり。そのしょくらひしがい、せきしゅうりで。 丘と、正規、自陣、第九の儀を取りて、今は、大串の丘という。その踏みし跡は、長さ不余り、広さ二十歩余り、尿穴の計二十歩余りもとなり。交互会社クレイ振り仮名は、交互体。内話分位を整えるための補足分。内の野に続く記述は注釈。日立国の長郡にある、交通の要所を。 大立駅下から西へ十二里もしくは一里二里ほど行ったところに丘があり、なお、大串という。大昔、この地に人がいた。その人の体は極めて長大で、丘の上にいながらにして、手は海浜の芯を掘り起こしてしまう。それほどの巨人であった。ここで言う神とは、大ハマグリであるわ、ハマグリの子後その、巨人の食べた貝の殻は、 積もり積もって、丘になった。当時の人は、大量の貝が朽ちている意を持って、この丘を、大宮と呼んだが、それが生まって、今は、大久市の丘という。その所在地は、現在の茨城県水戸市、塩崎町1064-1、かつての東茨城郡常住村塩崎。その、巨人の足跡は、おおよそ、長さ40歩余り、幅20歩余りで、尿の穴は、 直径20歩余りであった。考古学等の諸分野においても、かかる、大串の丘の巨人伝説と、その否定地、大串貝塚は、相当に重要で、縄文時代の貝塚遺跡が、文献に記されている最古の例、もっと言えば、石器時代遺跡の記録された日本最古の例として、知られている。奈良時代に成立した、張間国風土器ののうち、 ハリマ国の拓賀軍について記された拓賀略記には、天が高いから楽に立って歩けると言ってこの地を好み、沼とカススータの足跡を残した大人の伝説が記されており、戦術した日立国風土記に書集されている大串の丘の巨人伝説の類型と考えられている。原文縮小文字は原本上の補足。和字間隔は現代の補足。 右この遠い上遊園名卓馬車昔在大人常、ね、工業なり、次南海、至る北海寺東巡行の時、伊東大津市戸運多土飛車常、ね、幸福しかも行きの指導公社、新しかも行きの高成小岩区卓馬群、この運だかなり新々屋その腰屋と諸数数聖沼、張馬国風土帰卓が略帰、大昔、張馬国の卓馬群には、大人がいた。大人は常にかがんで歩いた。 大人は南海から北海へったり、東をめぐってこの地にやってきたとき、他の地は天が低くて常にかがんで歩いていたが、この地は天が高くてまっすぐ立って歩けると言った。それゆえに、この地を鷹の意を持って鷹河軍という。大人の足跡は数々の沼になった。ありがとうございます。